どうもこんにちは、しんぎくんです。今回はですね、こちら今日冷凍のね、キハダマグロちょっと柵のものでね、買ってきたので、これのちょっとね、解凍方法をご紹介していこうと思います。解凍の仕方一つで味わい全然変わってくるので、ちょっと正しいね、解凍の仕方学んでもらって、それでね、美味しくお魚食べてもらえたらなと思ってます。それではやっていきましょう。まず最初に用意していくのが、今日30度から40度ぐらいの、ぬるま湯を用意してます。30から40なので、ちょっとぬるめのお風呂みたいな感じのイメージですかね。今日 500cc でお湯用意してまして、この中にお塩大さじで今日1杯入れていきます。よいしょ。ちょっとしっかりあとお塩溶かしていきます。よく料理だと縦塩っていう風な言われ方をしたりするんですけど、3% のお塩入れたね、塩水を作ってあげる形になってます。ここにね、さっきのよいしょ、キハダマグロの方をよいしょ入れておきます。こんな感じでちょっとつけてあげる感じですかね。今日はね、これでまずつけてあげて、このままちょっとね、1分間放置します。今日はね、ただのお水じゃなくて、ちょっと塩水につけることによって、ちょっと中のね、旨味だったりとか、水分をね、逃がすことなく仕上げてもらえる形になりますね。1分経ったら取り出してあげて、あとはね、ちょっとペーパーで水分取っていきます。よいしょ。水っぽくなっちゃうんでね、水分はしっかり取っときましょう。少し色も鮮やかな感じになってますかね、綺麗に出てくれてます。で、一回水分取って、よいしょ、さらにもう一回ね、ペーパーでくるんであげましょう。こんな感じですね。これだと上からラップかけてあげて、冷蔵庫入れて、あとはもう溶けるまでそのまま放置って感じですかね。はい、あれから2時間ほど経ちまして溶けたので、あとはちょっとね、切っていきたいと思います。ちょっとね、質感がお伝えできないのが悲しいけど、ちょっと結構ねっとりした感じに仕上がってくれてますね。ちょっと水っぽさなく、うまく解凍できてると思います。